はい、こんばんは、せいせいです。MTG アリーナやっていきます。診断、ファイレクシア完全なる統一、アーリーアクセスということで、ウィザーズ公式より招待されました。ありがとうございます。このアーリーアクセス中はですね、配信者の方、もしくは完成化した方が参加できるアーリーアクセスということで、ファイレクシア完全なる統一を一足早く体験していこうと思います。ちなみにお金はもらっていません。さあ、やっていきましょう。はい、エスパーコントロールやっていきます。ブラスカかな、特にプレインズウォーカーのデッキを作りたいというところで、まあ、一番注目度高いのはブラスカかなということで、あとまあもう正直片っ端から入れたみたいなところあるんですけど、7マナケイヤと、6マナホロー、そして4マナカイト、まあ、この辺入れて、まあ除去で打ち消しと終焉を来たれとかね、打ち消し入れて、除去入れてプレインズウォーカーを着地させて、そこからね増殖していくと、これとかね、増殖バウンスして増殖、ドローして増殖、打ち消して増殖、相手のクリーチャーを生贄に捧げて毒カウンターとかね、毒カウンターで増殖させていくかみたいな。最初ね、毒カウンターがもっといろいろ入ってたんですけど、まぁ、ちょっとね、戦っていくうちにだんだん抜けていって、で毒カウンター乗せるカードね、いまいち弱いのが多くて、微妙かなぁと。まぁ、増殖は強いけど、こういうコントロール系にはちょっと毒カウンターじゃないのかなというところで、まぁ、こんな感じに今なってますけど、まぁね、試合中ちょこちょこ変わってますけど、まぁ、お気になさらずということで、それでは行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。マリガンから。あーきついなー、これでいっか、とりあえず444ソリンかカイトか、まぁ、ちょっとカイト使ってみたいんで、カイトを戻さずに残しの土地を引いてくれよ。2マナこれはもう前プレ打つしかないな。赤緑白トークンデッキっぽい。作れる部。打ち消したいけど、まあ、5秒打ちますわ。ああ、そう考えるときついな。作れる部きついな。国別まで耐えなければ。崖。3マナ。一応打ち消し構えだな。前触れ入れずにスクレルブの巣だけ入れるっていうのもあるかな。出迎え。一応打ち消すか。これは通しますか。切り崩し打てばカイトで強く動けるか。やっとくか。もったいない気もするが、まあクリーチャー出すよね、とりあえず。4マナカイト、4マナフォローはありそう。殴って22先制攻撃で一歩取られるか。トークンっぽいけど、4マナ4マナ。あれかな、ドミンスみたいな。モンドラクーか。もしくは、除去でプレインズオーカー取ってくるか。なんでもありそうやな。ハンド差がちょっときついね。祝祭。お、うしうし耐えた。とりあえず、どうしよっかな。プラスで、ドローしたい気持ちもあるけど、こいつがでかくなるけん、一応止めとくか。3マナ。これはさ、4マナやんな。カイト守っとくべきかな。ここ、スクレルブ頑張っておかんでも。とりあえず待っとこうか。ああ、きついね、これ。
無限に1日出るなぁ。国別。お、来た、モンドラック。バウンスか？トークンが2回出る。でも宝物2個出るぐらいか。撃っちゃうか？もったいないか？どうせ今撃つか、次撃つかな気がするが。一応バウンスしとこう。ターン入り来た。よしよしよし。ちょっと待ってよ。1体以上のクリーチャーが戦闘ダメージを与えたらやけん。まあ、通さねえよな。祝祭で受けるよな、ここ。ターン液で取って、あ、ブロックできない？2回発動、ドロードロー。どうだろうな。どうだろうな。プラスで止めて。攻撃もブロックもできないか。プラスで、止めて、これで殴ります。ブロックできるんでしょ？で、もう一回使えまして。あー、でもバウンスせないけんのか。あー、微妙。超微妙。プラス、いや、ドローでしょ、これ。もう一回出すか。意味ないもんな。テフェリー。テフェリープラスか。土地を起こして、単撃で一体やる。祝祭やっとくか。モンドラクってなんぼ ?44 か。じゃ、スクレルブ出すか。で、気合で耐えて、33になるけど、まあ。ブロック不能になるんか、こいつ。なんのあれだ。これか。6マナ、7マナ。大衆隆起。なんけ、これ。10体いるなら、0で唱えてよい。攻撃するたび、11生成か。ああ、強いね。顔に来た。スクレルブ。土地ですか。これ難しいな。どうしよう。ドロー、まあ、とりあえず見て。国別来た。あっしゃ。ちょっと待てよ。放浪もあるけど、さすがに国別だろ。2体以上攻撃できないのは放浪者王やけな。ああ、これで、マイナスで1体残しで、まあでも大衆隆起もやりたいしな。ちょっと一旦国別でいくか。4、5、6。ちょっと待てよ。やるでしょ、全部やるでしょ。スクレルもお互いやっちゃって、エンチャント。白ない。ないことないね。これどれだろうなぁ。マイナスかプラスか。全部やって、フレンド動画だけ残りまして。でもクリーチャー出しとくのが無難じゃないか？お、これはあるかも。婚礼。モンドラク出せ。透過しやね。はいはい。フォローを、とりあえずドローするか。殴ってアンタップして、2回発動もあるか。じゃあ殴りまして。まあ、どうすだろう。ほいで。これなぁ。そっか。離れた時2点吸えるのか。一応噛み合っとるといえば噛み合っとるやな。
で、まあ、適当に黒出して、プラスで、いいのか？いや、マイナスでいいか、これ。ケイヤ。3、4、5、6。まあ、一応ケイヤ。でも、プラスでマイナス、ドロドロ。プラスで一旦、ドロ先か。ドロして、一応ホーローもあるし、これなんだ、堕落。堕落いかんねえ。一応止めといて、ドローか。1、2、3、4。まあでも、ホーロー。2で4か。単撃でやる。いやー。まあ一応一回増殖使っとくか。単撃。4マナ残し。こことってことね。はい、増殖。そうそう、こういう動きがしたかったよ。土地クリア、ケイヤもいけるか。モンドラク。スクレルブ。ホーローを出すか悩むな。除去はこれ大事なような。持っとこうかな。構えとこうか。ドローされて。7マナ。一応、ケイヤいけるけど、クリーチャーエンチャント追放。オーラでないなら、いちいち、飛行。コピー召喚か。マイナス。モンドラクをとりあえずやっとくか。いちいちで殴られても耐えるしな。ケイヤ。これ打ち消しないでしょ。7ケイヤ。はい、モンドラク取って。これ出るのか？こっちのトークンも2倍ですか？おお。じゃあこれさ、2回出るかな？トークン生成されるなら、いけます？お、爆発。よし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 。ああ、よかった。ようやくしたい動きができた。はい、対戦お願いします。3マナあるので、キープで。打ち消し構えるだつけど、まあ、たっぷりんだな。ゆっくり行こう。お、2回マリガンした？違うか、1回マリガン。ゴルガリ？祝祭流行っとうな。タップイン、タップイン。これは切り崩すか？出るたび。宝物出されたらちょっと嫌なので、切り崩し。おお、土地が！土地事故か。これは割としょうもないかな。ブラスカー打ってもしょうがない。はい、エンド。お玉。打ち消すか。先使わねえとな、これ。4マナ。まだないか。八百長。はい、書き消し。まあ、どっちあってもやったな。あっても結局。これ、ブラスカか？次でもいいな。打ち消し一回やって、インスタントからドンでもいい。八百長。終焉で OK。土地が全く来んや。
これで6マナプラスでいくかな。黒なら速攻やられそうな気もするが。まあ、いっか。することがねえわ。はい、ブラスか。ワンドロー増殖。何もないね。3、5、6、7。あ、ミスったな。ドローがこれ。土地があれだったら。はい。5、6でしょ ?3 で、放浪までいけるか。ケイヤまで繋がって勝つな。3点数か、2ドローを、戦術。相手が戦術を行ってもいい。おっと、ちょっと待てよ。スランやばい気がする。スランやばくねえか?緑でない呪文の能力の対象にならないやろ。でもこれやったら、あれか、自分で選ぶけん。残念でした、か。やれたやれた。さあ。ケイヤかな?ケイヤ出して。3点数か、2ドローか。どっちだ?マイナスはそんなに大きくないけどな。2ドローでもいいと思うけど。ドローかな?さすがに黒やし。相手に戦術させるってな。増殖して。三つ処理、あ、毒ね。土地も置いて、エンドで、さすがに勝つっしょ。グリッサ。短期でやれるか。増殖しつつ。でもまあ、宝物にするか、追放するか、効果奪えて。カイト、クリーチャー出して、いいね、楽しいね。増殖。ほい。これでエンドかな?終了。フェーズアウトして。あるかな?相手こっから。さすがに厳しいと思うかな。フォローも出しちゃおうか。ブレインドーカー一気にやる手段はないでしょ。どれからだこれ。毒で、毒乗せて、増殖。毒ないか。ちょっとわからんな。これから行くか。とりあえずドローして。Let me get a read on the situation. ブラスか?ドローがまだあるかな?殴ってカイトか。こいつなんだ。殴ったら、カウンター3つ取り除くか。ワンドローか。ドローして。カイトでドローして。PW なし。これ土地大きいの。こいつはマイナス1か。で、プラスで増殖。よいしょっと。何にもすることないなぁ。はい。
土地と、まあ、どうだろうな。これ捨てていいかな。さすがに勝ったっしょ。ティラナックス来ても、でもティラナックス打ち消されないか。何かしらは取られるか。ん？何もない？もらいます。まあ、じゃあ、順当に。なんか、ドローもな、もういらん感じが。プラスいくか。You're not safe from me.増殖して。ガソリンね。ソーリン。やべえ、5体並んだ。こうでしょ。そしてフルアタ捨てるんならもう大原。いやでもな、切り崩しとかの方がいらんな。もう一回ワンドローか。はい、エンドで、切り崩しと、かき消しももうさすがにいらんと思うがな。かき消しにしとこうか。さあ、勝ったろ、これ。よし。はい、ということで、スパーコンでした。終焉を来たれが結構刺さったような感じはあるけど、まあ、環境初期でちょっとあんまり無警戒なことが多いのかなっていうことで、まあ、どうなんだろうな。あんまり強いカードではないと思うけど、意外と刺さったなーっていう。あとそうだなー。まあ、単液まみれもまあ、小型を除去しつつ増殖っていうね。4マナプレインズウォーカー出てる状況で、打てればまあ強いけど、まあ着地してね、一旦残ってる時点でそれは強いだろうっていうところもあるし、あとまあ、ブラスカの堕落は、あれだな、緑の5マナ。スラーンかな？スラーンに対して、5マナ5マナ。違ったっけ？ 4 マナじゃない。スラーンね、緑以外の能力の対象にならないとかいう、まあ、スラーン出された時にも一応ブラスカで返せたりとかいうのがあったんで、まあまあまあ、環境にはよるけど強いのかなと。そうだなぁ。カイトはね、マイナスで22摂氏が出せるんですけど、自分のクリーチャーをバウンスして中精度を2回使うっていう能力が、これトークンなんで消えちゃうんで、まあ、そこがちょっとね、まあ、いまいちかなっていう感はありましたね。まあ、弱かないけど、こういうデッキじゃないかなっていう、除去コン向きのカードではないかなっていう、3マナ回答もまあそうなんやけど。あとは、6マナホーローは出せてないんで、ちょっと強さがわかりません。ブラスカね、ブラスカもなんか、マイナスで除去れるのはいいけど、プラスがちょっと弱いかな。ワンドロー増殖。っていう。5マナで出して、することか。ドローするだけならソリンのプラスでいいしな、っていうね。ケイヤはまあ、2回出せたけど、ケイヤちゃ強いね。着地したらやっぱさすがに強いわ、っていう。7マナね、これ環境が進んでも使えるかどうかなところはあるけど、まあ、出せれば強いっていう。うん、そんなところかな。